か。まだまだ全然出れんねリハビリまだ。今からキャッチボールやってるやつがいるから。ああ。さあ皆さんこんにちは。ホークス公式インスタグラムライブ配信をご覧の皆さんこんにちは。ちょっと今回告知ができなかったんですけれども、これからですね、家族の部屋を始めていきたいと思います。告知がなかったにもかかわらずこうやってご覧になっていただけて嬉しいです。ありがとうございます。さあということで今日の選手はこの方です。どうぞ。ありがとうございます。鏡じゃないから。さあということで今日は高谷選手です。はい、よろしくお願いします。はい、なんかもう先ほどからちょっと、ね、走ってこっちに来てもらったんで、はい、息が切れてますけど、はい、大丈夫です、はい、今日はね練習を終えたというところで、はい、ありますか。もう終わってます。一通り、はい、さあもうね終盤というかもうキャンプもね、うん、今日で手締めですけど、はい、ここまでどうでしたか。まず2月で試合出れたのが良かったですね。はい、守備だけだったですけど、まあ正直言うともう12月1月ねどんな感じで、状態上がるのかなって不安な部分もあったんですけど、まあここまでとりあえずここまで来れて良かったです。はい、膝大丈夫です、はい、いやもう皆さんそこが一番ね、はい、気にしてますもんね。はい、ありがとうございます。状態的にはどうなんですか。まあ正直まあ完全に全く痛くないってことはないんですけど、もう全然普通に、プレーはできる状態まで来てますね。はい、試合に出れたっていうところはね、そうですよね。うん、そうですね、はい、うん、まあ、あとはこう試合に長く出続けられるかどうかっていうところ、ね、そうですね、今後、はい、まあ、イニング増やしたりとか、この打席立ったりとか、まあ、守りだけじゃないんでね、まあ、走塁とか、そっちの方もしっかりとやっていかなくちゃいけないんで、まあ、これ、まあ、今後、そういうのがどんどん増えていくと思います。はい、まあでもね今回本当初めての無観客っていうところでもありましたが、はい、どんな感じで雰囲気を感じてましたか。まあなんて言っていいんですかね、まあこんな感覚なかったんで感じが、まあ異様っていうのが、うんうん、なんか寂しいというか、はい、うん、なんかそうですね、やっぱりいつも 見に来ていただいてて、うん、あのこう気持ちも入ってる、より一層入るとこが、はい、あったんですけど、まあね、だからといって来ないから、ね、見に来れないから気が入らないってわけじゃないんですけど、はい、なんかちょっと違和感はありましたよね、今までとは違うから。はい、やっぱりねお客さんあっての、うん、っていうところもね。そうですね、それをやっぱり改めて感じますね。はい、さあそんなねあのファンの皆さんはこっちに来れないっていうところもありますし、はい、触れ合いがね少ないかなっていうのもあるので、はい、こういうねなるほど皆さんと触れ合っていただこうというところなんですが、はい、まあ、流れてくるコメントだったり、うん、なんかそこのハテナをしたらですね、あのあれハテナ質問がポッと出てくるんです。どれハテナってそこのあ、これ真ん中はい、はい、っていう感じなんで、はい、なんか気になる質問があったらそれをポッと押してもらって、はい、はい、そうですね髭いつ剃りました昨日の夜です、はい、昨日の夜、昨日はい、そうですね、お膝は大丈夫ですよ。はい、まあ、ここに流れてくるのでも、はい、あのそちらの方もなんか質問していいんですけどね。うん、娘さんと、あ、娘さんと会いたいですか。会いたいですよ。だから今日僕リハビリはちょっと一足早く、まあ、打ち上げて福岡に戻るんですけど、うん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 、まあ、はい、それも楽しみですね、はい、やっとね、会いますね、はいはい、キャンプ中ハマった食べ物、ですね、外に出れなかったからテイクアウトで自撮りを、おー、はい、それはいいですね、はい、休み前に、テイクアウトで撮りに行って、で、まあちょっとお酒飲みながら、はい、で休みの前の日はそれで寝て、で休みの日起きて、プール入って交代浴して、はい、まあ、そんな感じでしたよ休日は、はい、もういい感じであのケアの一日です
ね。そうですね、はい。でも部屋でその自撮り食べれるっていいですね。はい、で自分の好きなタイミングで寝れるから、はい、飲み屋さんとかね、そうお店に行った時はお店で寝れないですか、ね、そう、ご飯屋さん行ってもうねベロベロになってそこで寝てしまったっていう迷惑はかけられないんで、はい、そういうことあるんですか。どうでしょうね。ないですよ。お、ないですないです、はい。でもやっぱキャンプ中ってやっぱすぐ眠くなりますよ。まあ動いてますからね、うん、疲れて、はい、僕ら毎日6時起きでだったんで。だって来るの早いじゃないですか。はい、はい、おじさんは起きるの早いんですよ。いや、はい、それでですか。そうです、起きちゃう、起きちゃう、起きちゃう。でも私も言ってました、はい、起きちゃってね。好きなお酒、好きなお酒、そうですね、僕あれですね、最近結構ウイスキー飲むことが多くて、はい、僕ジャックダニエルよく飲みますだって親父会の時も出してましたよね。うん、何よ。あのジャックダニエル、ジャックダニエル、はい、ジャックは美味しいですよ。ぜひ機会があれば皆さんちょっと飲んでみてください。おすすめの飲み方はロック、はい、すごい。いや、そんなあれですよ、いっぱいは飲まないですけど、はい、そうなんですよ、寝るのも早いんですよ寝るのも早いし、はい、起きるのも早い。そう、でもね、ちょっとね、やっぱ疲れすぎるとよく寝れないって言うじゃないですか、うん、やっぱ寝つきが悪い時もありましたよ。あ、そうですか、はい。そういう時はどうするんですか。え、諦めますなるほど、はい、諦めるっていうの、大人はね。そう、あ、親父会の予定ありますか。やりましょうよ。その下わかります。え、ジュリジュリ、これ私も西田哲郎広報がグラシアルはジュリで僕のことジョリって言ってますね、はい、それは上林も言ってるんですよ実は。あ、そうなんですか、はい、え、ジョリさんって言われてる。ジョリって言いますよ。さんつけないです。ジョリって言うんです。上林選手は、はい、ジョリジョリって言います。え、哲郎さんも。哲郎はジョリ、ちょっと遠慮してジョリって言うわ、恥ずかしがって。はあ、はい、画面をグラシアルだと思ってパンチしてください。画面を、あいつ撮っちゃったよ。左、これ逆なのか。そうです、左、右、左、アッパーですね。はい、ほうほう、なんかジョリが増えてきたよジョリ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 なんてほら、西鉄広報さんがそうやって言うから、はい、今年ジョリって言われそうやな。え、筋肉柱筋肉そんなないっすよ、はい。でもね、筋トレの鬼じゃないですか。いやー、そうですね、もうちょっと最近やりすぎて体が重くなりすぎたんで、ちょっと期間空けたんですよ、ね、ちょっと体楽になりましたけど。あ、そうなんですね、はい、まあ下半身はやっぱ膝のこともあるちょっと待って、ジョリばっかりジョリ柱って西田さん多すぎです。西田候補がいたずらでもうジョリ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 入れてるからもう西田さん、責任取ってください、これちょっと仕事なんですよね真っ赤にして笑いながら行きました、はい、まあまあまあ、そうやって後輩がね僕をいじってくれるのはありがたいですよ。だって野手最年長ですよ。そうです、ね、はい、こんな顔で和田さんより一個下ですからね僕、はい、いや、そんな風にはね、はい、お、ヒカル君との動画見ていただいてありがとうございます、はい、番組にもね出ましたしね。そうね、スカパーですね、はい、僕もちゃっかり見ましたけど。それ、あ、そうなんですか。見ました、はい、お、どうでした、自分で見て。やっぱ、いや、自分のテレビ見ると恥ずかしい、ねはい、でもなんか自分がちゃんと喋れてるかなとか気になります。あ、それは、うん、あります。うん、まあ、でもね、やっぱこう、こういうふうにファンの方と会話するってなかなかないですからね、はい、ないです、はい。だって SNS やってないですもんね。僕やってないです。そういうの、まあ、こういうこと言うから、まあ、おっさんと言われると思うんですけど、ダメなんですよ全く苦手なんですよね、はい、そうですね。そう、なんかおちょっと、あ、西田また来て逃げた。ちょっと顔見せませんか。今年の目標は、はい、離脱しないことですね。去年やっぱ最後離脱してしまったので。あれ、いなくなった。はい、
を始めましょう。はい、そうですね。じゃあ、あの和子姉さんに教わります。はい。いいですね。ジュリジュリグッズ。あ、そうですね。ちょっとこれ。持ってます。持ってます。あ、多分一人一人のグッズってことですね。あ、でもそれコラボいいですね。うんうんうん。ジュリジュリグッズ。ちょっとあのお願いしよう。いいですね。うん、え、でもジョリでいいんですか。ジョリでいいですよ。なんか、うん、ジュリとジョリ。ジョリで。だってパッと見、はい、え、これってってなりません。これってってだって結構いろいろイラスト描いてもらってるじゃないですか。その選手イラストとかこう絶対僕のここってイラストも青いじゃないですか。もうだからそう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 。だからジョリさんなんですか。いや、ジョリさんです。でも。やっぱ高谷さんの会は僕もジョリになってますからね。え？ジョリ。書いてるやん絶対それ。いや、高谷さんの時はやっぱりこうやってやらないと、広報としては高谷さんがひげ薄いっていう風にやらないと。ああ、なるほどね。ちょっとこの辺。あ、だからそうか、今日カズちゃんのマスクも青いんだ。青い。これでなるように、ね。そうそう。俺を ぼかしてくれる。ちょっと。ジョリ。はい。ちょっと仕事行ってきます。マスクをしてるのをいいことに。すごいわ。いやー、すごい、こんな仕込みをしてくるとは。さすが。さすがやな。さすがですね。じゃあちょっと今シーズンジュリジュリグッズを、はい、お願いします。そうですね、ぜひ。はい、はい、あ、美味しいです、長谷川水産のお店。はい、去年行ったんですよ。あのイオンの、宮崎のイオンの近くに。あ、はい、そうなんですね。もうそれぞれにね、やっぱりこう行きつけのお店とかもね、もうありますからね。今年もと思ったんですけど、なかなかね、こういうご時世でちょっと難しかったんで、ね、うん、はい。そうですね、はい、もうほら、ジョリジョリがまた多くなってきた、はい、いや、でもいいですね、なんか新しいニックネーム。あ、取れた。すぐ取れてる。膝柱とか、そうです、もうありがたいですけど。でもどうします、はい、ジョリ柱って。あ、ジョリ柱、なんか書いてなかった、さっき。さっきありましたはい、もう本当にすごいですね、こう、うん、みんなはてな、キューバ人と話し、モイネロと話したっすよ。ああ、そうですね、はい、もうこの間から合流しますし、はい、あいつもなんかね、髪型また変わってて、ねえ、短くなってますよね、うん、引っ張ったら伸びましたけどねこうやってつまんでピューってやったら、はい、そんな仕組みなんです、はい、なんかね、高谷さんにはモノマネがいっぱいありますが、ちょっと今年もね、また研究とかしてるんですか。今年はまだしてないというか、うんうん、ね、ずっと B だったんで、うんうん、はい、で自分の最初リハビリでずっと別だったから、あ、はい、なかなかそういうのを見る機会がなかったって言い方欲しい、ね、はい、練習しろって言われちゃうかもしれないけど、はい、そうですね、やっぱ新しい子が入ってきたら、選手が入ってきたら、やっぱ新しい、ものも僕も覚えていかなくちゃいけないんで、うん、はい、そうですね、うん、覚えていかなくちゃいけないっていうあれでもないですけど、ね、いや、なんかある意味使命ですよ、使命感が、はい、うん、すごい、ね、こうやってね、なかなかこうファンの人との直でね、はい、メッセージが届くってなかなかないですか。うん、すごいですね、インスタライブってすごいな、ねえ、はい、今日で受験終わりました、お疲れ様です。はい、わー、そうなんですね、ジョリ柱ジョリオ、はい、ちょっとうまい、ジョリーパスタうまい、はい、すごいな。お、塚田選手のモノマネありがとうございます。塚田昨日電話したんですよ。あ、そうなんですね、後輩なんで、お前元気やってんのかって言ったら、うん、はい、まあ新しい道で、まあ、苦労しながら何とかやってるみたいなんで、はい、だってね、あのバッティングの塾ですか。はい、そう、なんかいろいろ、はい、やっぱすごいですよね、うん、ね、なんかね、僕はもうオフにそういうの手伝えるようになればいいですけど、うん、はい、花粉症はひどかったっすよ。花粉症でしたか。花粉症だったっす。今ちょっと薬飲んでるからですけど、あ、うん、最初の雨2日ぐらいで、なった次の日ぐらいから、うん、
結構ひどいです。そしたらみんなもうすごいですね。なんかなんで野球選手花粉症多いんかな。あでも結構ねなってる人多いですもんね。みんなこう鼻ぐずぐずだから、はい、やってますけど、まあね、そこの、ね、そこにも杉の木がすぐありますからね。はい、やばいっす。マジやばいっす。さあなんかもう一つ二つぐらい拾って。そうですね。藤田がバッテリー、そうですね、そこはね、はい、また組みたいですというか、しっかりとそのまず戻れるようにしないといけないと思うんで、3月しっかりやります、はい、キリンですって言ってキリンです。面白いな俺。そうですね、はい、そういうのに一個一個反応してくると面白いんですよ、はいはいはい、グラシアルは日本語話せますか。あのヒーローインタビューで言うありがとうはめちゃくちゃ滑舌いいですよね、ありがとうって言うんですよ。まあでもモイネロ選手のねあれはすごいですよ、日本語すごいですよ、うん、なんかまた上手くなって帰ってきたような気はする。膝大丈夫って言うからいつもわー日本語で、うん、はい、それはすごい、まあ、声がいいからですね、うん、ありがとうございます。シーズン中はちょっとちゃんと剃ります。あジョリ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 しすぎたらやっぱちょっとあれなんで、あの何年か前みたいにこういうとこ怪我したらあれですけど。そうですね、はい、もうそんなこともありましたし、はい、そうですね、まあ今日ご覧になってる方に今メッセージなど、はい、よろしいでしょうか。突然なのに これだけの方見ていて本当ありがとうございます。まあ僕らリハビリは先帰りますけど、しっかりとまあまあ、A 組 B 組選手だけじゃなくてリハビリの選手もしっかり頑張ってやってるんで、まあ、僕らも早くねそういう舞台に戻れるというか、まあ、復帰できるように、まあ、しっかりと準備していきたいと思います。はい、なんかキュンデスポーズお願いしました。何キュンデスポーズって何おじさんおじさんどっち向けるの。おじさん違う違う違う、まずその3本の指をしまってください。で、で、あ、で、惜しい惜しい、あ、そんな感じ、そう、そうそうそう、できた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 知らない、やばい。でももうこれも結構終わりかけって聞きましたけどね。えっそう、うん、俺始まってもないのに。あ始まってもないやば。はい、さあということで、はい、今日は選手に来てもらいました。はい、ありがとうございます。ちょっと手を振ってください。ありがとうございました。はい。はい。